夏の翼を広げに行こう。ちょっと池森さんのアイマスクどこ行ったんだろう、僕の。皆さんこんにちは、大分の高っちょ館です。さあ7月7月に入りました。夏ですね。夏といえばディーンですね。そうですね、まあ、実はディーンって結構夏歌が多くて、そしてそのなんていうか結構夏の曲のアルバムも複数出してますし、まあ一つシーズンかなと思っております。後ほどご紹介いたしますけれども、今年はまたですね、サマーリゾートライブが行われますし、楽しみですね。そんな中今日届きました、こちら、デニムですね、103号ということで、ディーンのファンクラブの開放誌が新しいの届きました。こちらですね、まあ年に 3,4 回ですね発行されてますけど、ちょっといつもと違うんですよ今回。というのが、まあこれが前回の S102号、こちらもレポートいたしましたが、こちらだいたいこう冊子ですよね、こうこっちにつけてやってますけども、今回はじゃんということで、まず全部見せられませんが、ポスター型なんですよ。そしてこっちか、もう完全にポスター、も私顔見えないと思いますけど、ね、非常に大きいポスターをねになっております。本当にありがとうございます。まあ今回ですね、まあだいたいその季節ごとにこう発刊されておりまして、まあいろんな活動をご紹介されているということでございますが、今回ですね、まあ正直あまり活動というのはないんですね。まあこの春先というのは新型コロナウイルスの関係でいろんなですねイベントも中止になりました。そのディーンのですね、まあ実はファンクラブの温泉ツアーというのも春先に行われる予定でした。もう私も3月末に九州は佐賀嬉野温泉に参加予定でしたが、まあ、延期になって最終的には来年2021年の3月末に行われることになりましたですね。まあそういう関係でなかなか活動もないんですけども、まあ一つメインがこちら、じゃじゃん、ディーン池森秀一365日そば三昧ということで、あの先日ですね、あのマツコの知らない世界でですね、ボーカル池森秀一さんがまあ2回目の出演をされまして、まあそばでですね大変人気になっておりましてね、こちらですね、のまあ結構セールスがまああったんで、いろんなそれに出た伴ったラジオ出演の模様など紹介されております。見ましたか、この間のその6月のですね、マツコの知らない世界ですね、あの佐賀で蕎麦の神様に出会ったということでございます。まあ個人的な思いですけども、この温泉ツアーファンクラブのが佐賀で行われますよね。もうぜひね、その、まあ、会場、個人的な思う一ファンとしての思いは、その場にその佐賀の唐津のそばの神様のそばが出たら面白いななんて個人的に思っております。まあ余談ですけど、マツコの知らない世界、まあ私自身はあの池森さんに相当憧れてるんですけども、結果的にはマツコさんの親に似てしまいました。まあそれはいたとさておき、まああと内容ですね、いろんな、まあ、新型コロナウイルスということで、過去のですね、山根さんは過去の写真とかいろんな場面の写真を出ておりますし、まあ、ファンクラブ その温泉ツアーの模様で、あのそしてあのファンクラブの歌ですね、ニードの歌でございますね、夢というローマンっていう曲でございます。まあね、これ一回あのファンクラブの私大阪のツアー動画出てると思いますけども、こちらでね一緒に歌ったこともありますし、まあ、夢というロマンというのがグレコローマンと聞こえたら、それあなたはレスリング2です。まあそれはさておき、まあ今回こういう形でですね、本当にまあ無事解放者届いてありがたいですし、ね、池森さんとか山根さんからメッセージもたくさんいただいてね、心こもったメッセージ本当にありがとうございます。で、ですね、金に関連してですね、今度サマーリゾートライブというのが8月5月に行われますですね。あのこれはもう夏のリゾートのアコースティックの曲でですね、こうまさに夏のディーンらしい、こうなんていうかですね、落ち着いた雰囲気でけど楽しくね盛り上がるアコースティックライブが行われます。一応私予定では9月の神戸公演、参加いたします。もうすでにチケットも取っております。8月上旬チケットが届くということで、まあ座席がどうなるのか楽しみでございます。
まああと新型コロナウイルスの状況がどうなるか次第ですね。余談ですけども、私事ですございますが、今度7月18日にですね、ハロープロジェクト、モームスなどがいるアイドルグループのですね、ツアーが、行いまして、今日ですね、先ほど、大阪公演が無事当選しました。まあハロコンは形を変えて行われてますけども、まあ関西でですね、なんとかできね、ハロコンができて、そしてディーンのそのサマーリゾートライブを楽しめればなというふうに思っております。本当楽しみでございます。ね、2月の福岡公演以来でございますので、また会えたなというふうに思っております。ということで、まあ、今回ですね、このディーンのファンクラブ誌ですね、103号出たということをご紹介いたしました。すいません、ちょっと急遽私知らなかった、今日、めっこと甥っ子、妹家族が来るということで、もう今ドタバタしてて、ちょっとね、すいません、大きい声も出せないですし、早口になって申し訳ございません。間もなく閉めますんで。ということでですね、これからも、コロナに気をつけながら、議員と一緒に楽しみましょう。ということで、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、よろしくお願いします。そして、チャンネル登録も、ぜひお願いいたします。それでは、また、どうぞ。